クジャ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 クダム きれいな羽を広げて喧嘩する。クジャ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 クダム でも互いを知った仲良しだ。クジャクダムスタイルでいきましょう。もうめちゃめちゃやん、こんなアホやん。俺あんま言ったら俺が叩かれるし、なんすか、もう免許証も見せて。ねえ、まあこれあげるよ。ご友人の結婚式に長さに何とんにゃあれ、こんなもん。100円あげたって何だよ。え、100円あげたって何だよ。あげてへんわ。あげてへんわ。あげてへんわ。連れてこい、もらったやつ。動画も撮ってへんし、調べるね、携帯。ほんま腹立つね。呼びすぎやろ、もうこれ。何すんだ俺らが、もう。撮って、今撮ったやんけ、お前ら来たし。もう撮ってへんわ、子供のやつ。お前出てきんかったらめっちゃ綺麗んで、俺、ほんま腹立つわ。確認で私ら来てるんで。だからもう泣いて何を、何を必死で呼んでんの。何すんねん、ここで昼で。俺は何をすんの、殺すの、子供。アホなん、もう。もうやりすぎや、もう行くで、もうほら。もう免許証見してやんか、もう。これ俺怒ってるし、もうつくもええよ。事件やん、これ。お前やで、なんか殺人起きたんだよ。何があんねん、これ。めちゃめちゃ暇やん。ようこれ何の事件ですか。これ何の事件ですか。いや、この事件じゃねえの。なんかネタになったな。通報した人に、いや、なんか いっぱい来てんな思ったもん。自分のことだと思わなかった。思うわけないじゃないですか、うん、僕らですか。僕らなんか捕まるんですか、うん、いや、捕まえようがないもん、何もしてへんね、うん、免許証も見せてるし、うん、ちょっとちゃう事件の程度撮りたかったの。野次馬の動画にしようかな。そうそう、僕はなんか事件あったんですか。もういいよ。なんか YouTuber みたいでかっこいいんだ。もう移動しますよ。もう免許証見せたら捕まえきてください。家知ってるでしょ、僕らの。確かに吉本の人。吉本じゃないですよ、もう。もう行っていいんじゃん、もうこれマジで。行ったらまだ逃げたとごちゃごちゃ言ってたんだよ。でも住所言うてねえで、免許証渡して来たらええやん。なんか微妙に素人じゃねえなと思ってたら、なんかプロだったんだな。ちょ、言ってきてくださいよ。もう絶対先輩じゃないですか、もうあの人らに。そんなんはどうでもいいんだけど、うん、何を待たされてんのかだけだもん、うん、でももうどっちにしろ移動しろ言われんねん、うん、いや移動はすんねんけど、じゃあ多分通報の仕方やって。絶対そうやな、うん、だって俺らどう見ても絶対そう。動画撮ろうとしてるだけやろ。お金あげるから裸なれとか、そういう動画わいせつなの撮ろうとしてるとか言うの。まあ、なんもめちゃくちゃ女好きやっちゅうねんな俺ら。そんな子供なんで撮んねや、男の。まあどうでもいいけど、うん、興味ないわ。もう行っていいの。いいんちゃうの、もうこれ、もうちょい待っといて。いや、だる行ってマジで。これひどいわ。まあいいじゃない、なんかネタだと思えば。いや、そうやけど、なんか面白いこと言ってよ。プロの前でそんなこと言えるわけないじゃん。この人は悪いんやけど。そうそう、この人嫌じゃない。帰ったら悪いみたいな、なんか。この人全然嫌じゃない、俺。プロの前で面白いこと言って面白かったら大変じゃない。こんな僕、ほんま。テレビ出てる？撮ってんのか。テレビ出てる？テレビ出てへんよ。出てたらこんなとこ撮ってへんやん、もう。これから出るかもしれん。そう、出るかもしれんし、もうたら俺、自慢したる。いいよ、いいよ、通報で自慢されても。で、もうじゃあ、ほんま絶対もうあんなん喋ってるけども、これはとことん絡んだ方がいいぞ。いや、でも絶対何にもないし、うん、絶対、まあ、こっちもないもんな。まあ、まあ大体わかるけど、君ら見てると多分素人じゃないっていうのは一目で分かったから。こんなんでも今のご時世ね、YouTuber みたいにいっぱいおるでしょ。まあいっぱいいるな。そんなの通報入ってんじゃん、うん、あ何年目。いや、もういや、もうええって。もうええって。グループ名何みたいな。いや、いいもうさ、どうせ見ていいねん。売れてもいい。テレビで見たらええやん。テレビ見たらなんかあいつやな、面白いてやつらやな。ここ多いからさ、すごいいっぱい行くからさ。
まあいても不思議じゃないんだよ。通報した人探してんの。じゃあお父さんめっちゃなんか操作みたいな。通報した人探してんの。別に逃げへんからさ。めっちゃ操作してる。それだけ明確にしてよ。いつまでも多分話聞いてると思うよ向こうで。いや聞いてないやん。なんか僕免許証出したしもう。日本の警察暇ですねってネタで YouTuber に撮ってたら、いや、いけそうになんかで、そうなんだ。いや、チャック開いてますよ。開いてないよ。開いてないよ。開いてたよ。あ、開いてた、少し。今の部分カットね。今の部分カットね。いや、使わへんって、もう。じゃあ帰りたいんだけどさ。いや、全然逃げも隠れもせえへんけど。なんもないでしょ、もう。ほら、もうやったところでなんもないやん、もう。もういいっすか、ほんまに。僕住所言うたから家捕まえに行きたいんよ、やばいことしてた。いや、とことんこれは乗っかった方がいいぞ。俺が君らの立場だと面白いぞ。いや、僕らも仕事あるとかな。この後仕事？そんな、だからそんなダラダラしてるの。なんかおっさんがなんか見ててやんな。多分電話してる。なんかその辺の子供やろ。え？通報したでしょ、だから自分ら電話番号表示でかけ直しだ。今時子供が通報するかね。だから多分なんか お父さんみたいな。お父さんがかけ直しだから着信履歴でかけ直しや。こいつが見たらこの電話してる感じやったね、多分警察100通だったら履歴出るやろ。それで電話して多分その人じゃないぞ。折り返しや。その辺見たお父さんいるの。こんなん延々俺ら拘束されたらゲロでんで。ええー。ちゃちゃこれでさ、通報した人わからんって言ってて、俺らの権利とかないのこれ。いや、多分大丈夫だよ。行ってもだけ言うの？絶対大丈夫だよ。だから、その無理に止められない。ああ、とか、任意的なやつ。だって、俺らなんか全然、免許証も出してるし、全然そんな、追いかけるほどの二人ちゃうもん。かけ直しては110番通報して。電話番号言いましたし、かけてくださいよ、僕に。ただ、かけたおっさんに。ちゃんと、その、もし何かあればで。なかったらもういいでしょ。なんか微妙にコントみたいになってんのが面白いな、もう、めんどくさい。絶対戻ってきてるから、絶対なんもない。なんかコントだか漫才だかになってるのが不思議っちゃ面白いな。俺らなんか慣れてんねん、これ。ある意味芸術だな、君らの。容疑者的な感じだよ。容疑者っていうか、まあ、どういう容疑者っていうか、なんだろうな。じゃあなんで俺らいいな、あんま言うと怒られっから。なんでいいな、そうそう。住所言うて捕まえに行くんじゃん、もう。生活安全か。え、何の話すんの、なんかむっちゃ綺麗だもん。いろいろ、まあ。綺麗程度に面白い話で。もう行こうや、もう関係あるな。俺は行ったらどうなの。なんで俺らまたされてる理由は何だ。俺何もしてんの。待っててください、急に来たばらしてた。あ、じゃあ行こう。もう行こう。だから言うてるやん。待っててく、あ、ほんまや。だから住所チャンネル登録よろしく。